トリプル H によるペディグリー。ペディグリーはプロレス技の一種である。開発者はトリプル H。ダブルアーム式フェイスバスターであり、ダブルアームスープレックスの状態からやや後方にジャンプして膝で着地し自分の股に挟んで固定している相手の顔面を叩きつける。両手と頭が固定されているために受け身が不可能であり、食らった相手は抵抗できないまま顔面を 叩きつけられてしまう。ペディグリーの意味は、高貴なる血統。技名は、トリプル H が、フランス系貴族のギミックを使っていた頃の名残が、由来。ペディグリーが開発された、当初の形は相手を、ダブルアームスープレックスの要領で持ち上げて、その上で垂直に跳躍して、顔面ではなく額のあたりを全体重をかけて、叩きつける変形ジャンピングダブルアームパイルドライバーで、 あったが、この形は腕と頭がロックされていて、受け身が完全に不可能であるため、相手を死に至らしめる危険性のある非常に危険なものであり、後に WWF でパイルドライバー禁止令が発されてからは、現在のようなダブルアームフェイスバスターに改良された。トリプル H は、マクマホン一家、レフェリー、リングアナウンサー、司会者などのヒレスラーに対して、 ペディグリーを仕掛ける場合は跳躍した瞬間に両手のロックを外して受け身を取らせる手加減系を使用していたが2005年疲労による長期休養から復帰して以降は非レスラーに手加減をしないで技を仕掛けている。バティスタ曰くこの方からでも恐怖を覚える技とコメントしている。それゆえにこの方が当たる直前に足を受け身代わりにダメージを和らげるレスラーも多いと言われている。 ペディグリーの起源は、トリプル H が、コアルスキー道場での練習生時代に、スパーリング中に、他の練習生が、ダブルアームスープレックスを失敗して、額から叩きつけるような形になったのを目撃した、ことからヒントを得たものとされる。アンドレザジャイアントはタイアントニオイのセンで両、手首をつかみ、相手の顔面を叩きつける変形ダブルアームフェイス、バスターを使用したことがある。 応用技として、相手を、コーナー最上段に座らせて、自身もセカンドロープに登って仕掛ける、なだれ式がある。ありがとうございます。